行尊行尊長生4年2月5日は、平安時代後期の天台宗の僧侶、家人、平等院大僧正とも呼ばれる。父は、三義元平。恩城寺の名尊の下で出家、来津吉から密教を学び、佐支援から感情を受けた。1070年頃より、大峰山、葛城野山、熊野などで修行し、修言者として知られた。千1 1 1 6年。 二代熊野散々兼業に部任。熊野と大宝を結ぶ、峰入りの作法としての純部選定を行ったという。1107年5月方言に除せられる。また、同年12月蕎麦天皇即位に伴いその御地蔵となり、火事気等によりしばしば霊言を表し、公家の数形も扱った。後に、御城寺の調理に認じられ、1123年には天台雑となったが、 炎略寺と恩城寺との対立により6日で辞任している。1125年大創場。宗福寺、炎正寺、天皇寺など、諸寺の別当を歴任する一方、衰退した恩城寺を復興した。なお、鎌倉時代に編纂されたと推定される寺門構想期に収められた行村の観音霊書33書巡礼記は、 最国33初巡礼の確かな初見資料として高く評価されている。歌人としても有名で、作品が小倉百人一首にも収録されている。また、金曜和歌集以下の直線和歌集に48、首入り首。歌集に、共村大創造集がある。また、濃筆であったという話も伝わっている。川崎剛、行村年婦前大創造行村に関するカテゴリー。 ありがとうございます。